しかなかったかなって。2人の目がしっかりと合っていて、タイミングが良さそうです。今、ミートは土屋トレーナーのことをしっかりと見ています。だから、私が横でどんなに慌ててというサインを出しても、ミートは無視するはずなんです。ちょっとやってみますね。ミート行くよ。ミート、見てる？土屋トレーナーの。はい、はい、もう力も出してみます。ミート、お願いします。
イルカたちと嫉妬の鼓動をどこで分かるのかというと、胸びれと胸びれの間にあります。じゃあ手をつけられる。ちょうどここに手を当てと、あ、ちょうど僕と手に伝わってきました。さて、ここに終わっていくんだ。どうしようか、ご参加いただきました同心なさらかか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 I'm sorry.
分かどうかなんです。なので、ライブ中いつも考えていることは、どうやったら子供たちがもっと面白がってくれるかな、飽きずに最後まで一緒に遊び続けられるかなということなんです。今日一緒に遊んだで、こうしてここまで一緒に遊び続けることができて、ちょっとほっとしています。で、今日はどうだったかな、最初から絶好調だったね。僕もキリキリとしてて、キラトの興味を決めるところもすごく良かったよ。この後ももっともっと楽しんでいこうね。